って動画撮りますか。まず掃除。オッケー、だいぶ綺麗になったね。この棚をね、どこの段を変えよう。カメラの段を変える。ついに初めてここの段を変える時が来ました。じゃん。実はね、ここに置く用のインテリアをね、この前買ってきたんですよ。12月6日が妹の誕生日でして、妹の誕生日プレゼントついでに、ここのインテリア用も自分用ですけど、これでなんか誕生日っぽくこうギフトにしてもらいました。あれまあ可愛い、なんかもう可愛い、おしゃれも可愛い、とりあえず可愛いって言っとこう。まあ12月ですからね、僕の性格上こう動画上でなんか出ない限りインテリアとか多分買わないんですよ僕。あ、発泡スチロールに挟まってるのかな。じゃん、いいね、冬だ、クリスマスっぽい、12月っぽい。これちなみに2800円。あとディズニーに行きたいけど行けないからナノブロックを作って置いておきましょう。でで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 、はい。冬仕様、なんか味気ないな。はい、ということで11月ヒョクのお気に入りリピ確定、大満足の愛用韓国コスメ紹介コーナー。ちょっと名称を考えましょう。ちょっと皆さんいいなんか名前の呼び方あったらコメント欄で教えてください。ちょっとだけ面白いものを募集してます。まあたくさんのコスメ、スキンケア使いましたね。スキンケアマニアとしてはもうほんとスキンケアを試すでもう忙しかったです、まあ、とはいえね、試したもの全部が全部あこれいいねとは思うわけではないんですよね。正直使ってみて、あこれは今回限りだなっていうのもあれば、あこれいいけどわざわざ自分でこれリピートしてまで買うことはないだろうなみたいなものもございます。はい、ということで11月お気に入り、まず1つ目、これ大満足、これはもうリピ確定ですね。ネイチャーリパブリックのスネールソリューションヒアルドゲルアイパッチ。これね、アイパッチなんですよ、右左って。いやすごいね、クマが次の、これ寝る前にいつもやってたんですけど、次の日いつも以上にクマが気にならない。ピーポン鳴ってる外、お迎えが来たようだ。続きまして11月お気に入りのスキンケア、これはねぜひ皆さんも試してほしい。じゃん、マニョゴンジャンのバイオンコンプレックスアンプル。これはアンチエイジング用のアンプルなんですけれども、いやまあ気に入ってる、本当に。これは買いますか、このね、いかにも高級そうなねテクスチャー。あーやっぱ化粧してるとはいえもったいないからね。目の周りとか皮膚が薄いところによく使ってます。ちょっとお高いんですけど、これはほんと気に入ってますね。最近のアンチエイジングっていうか、もうアンプルとしても今これ一番ずっと毎日使ってます今。続きましてお気に入りというか、11月よく使ったなーっていう、まあ、下地ですね。じゃん、これは皆さん使ってる人いっぱいいらっしゃると思います、ラロシュポゼ。あ、ただ僕が使ってるのはカラーレスタイプです。日焼け止めプラス下地プラストーンアップではあるんですけど、ピンクとかそういう色はついてないものですね。白です、ただのこういうタイプです。結構ねこれ最近よく使ったな。11月結構これ使ったね。いやいい感じにトーンアップされるよね。ラロシュポゼ高いけどね、こんなに血管がすごいね。下地としても優秀だし、普通にこうなんかこすったりとかして落ちにくいっていうのが僕は好きですこれ。まあ伸びは正直悪いけどね、そんなに伸びは良くはないけど、僕が普段使ってるものに比べたらね。でもなんかわかんない、これ使っちゃうね最近。余計なもの気にしなくていいから使いやすいですね。そしてもう一つはクーダル、皆さんもご存知ですね。チョンギュルって何て言うんだっけ日本語で。青いみかん、ビタシークリーム、トーンアップクリームじゃない方の普通のクリームの方です。だから夜も使える方です。なんかね11月僕顔がくすんでるなって自分ですごい実感したんですよ。今だいぶマシになった方ですけど、まあくすんでるっていうか、もうクマもひどいし、それで11月は比較的にこういうなんかビタミンとか、さっきみたいにこういうアイパッチとか、あとこの前紹介させてもらったアプリンのねオールキールエッセンス、これもねビタミン系のやつで栄養を与えてくれるっていうか、こうくすみ
トーンを明るくしてくれる、そういった意味では CNP もいいですよね。結構ね、これとこれをね、こうセットで使うことが多かったです。最初に化粧水使って、その後このエッセンスでやって軽めの方でね、でその後アンプルちょっと重めの方を使うっていう、でその後クリームとか、なんだろう、くすみを取りたくてちょっとビタミン系結構使いましたね。うん、でもおかげで肌色いい感じですよね、今ようやくあと次、洗顔部門、これもね、魔女工場さんからいただいたディープポアークレンジングソーダフォーム、使用した感じ悪くない、結構いい感じですね。そしてメディヒールのね、これね、弾力緩和クレンジングフォーム、弾力を強化するクレンジングフォームですね。最近ちょっとアンチエイジング系のものもよく使ってたので、それに合わせて弾力強化系のクレンジングフォームを使ってみたんですけど、正直微妙だったまあまあまあなんだろうな、他に僕が今使ってるものがちょっと優秀すぎてね。お次はコットンなんですけど、この前の僕の SK2 のガチレビューの動画見ましたかね、正直レビューの動画、あそこでも軽くお話ししたんですが、このネイチャーリパブリックのね、このコットンがマジで優秀すぎて、しかも今これ新品の方なんですよ、もう1個使い終わっちゃって、これあの5枚重ねなんですね。で、両端止まってるんですよ。だからこうほつれにくいっていうのもあるし、でこっち側はちょっとザラザラしてて、こっちは柔らかいんですね。なのでこっちの面を使って主に顔を拭き取っていくんですけど、一枚一枚剥がして使えるんですよ。これがね、まあ優秀。メイク落としの時もビオデルマこれつけて拭き取るじゃないですか。で、一番上の1枚だけ外して、でもう一回拭き取ると、もうだいぶ、もうそれだけでほぼないメイク普通の化粧水とかでもこれつけて拭き取りして、1枚剥がしてもう一回拭き取りしてもいいですし、剥がして剥がして2枚にしてコットンパックにしてもいいですしね、この前の SK2 の動画の時みたいにね。で、僕前無印でこれ買ってるんですよ、カットコットン、これ180枚入ってて、こっちは189枚入ってるんですね、この白い方。正直無印これ安いから買ってみたんですよ、たくさん入ってるし。でもどっちもほつれる、こっちの方がさらにひどい、それが。ただ柔らかいです、めちゃめちゃ柔らかいから肌には優しいんですけど、こっちの方がだったらまだマシかなっていう感じですね。でもこれも分けられない、結果これが最強11月のお気に入り、そしてリピ確定アイテムは今のもので、大体ですかね。普段の一軍コスメはあの別の動画でも僕がよく出してるので、今度ちょっとまたね、ヒョクの最新一軍コスメ情報、ただただひたすら効果効能を語る動画そのコスメの良さ、そのスキンケアの良さをね、ひたすらただただ語るだけの動画撮りたいなと思ってます。ということで、以上ヒョクでした。バイバイ。